だから醤油買って帰らないと外に叱られるんですよ。売ってくださいよ。あの何度も申し上げている通りここでは売ってないんですけど。いやなんで山木なのに醤油売ってないの、おかしいでしょ。いやあのうちはめんつゆや白だしは作ってますけど醤油は作ってません。え、そうなの。ひょっとしてお客様はうちの会社によく似た他の会社と間違われていませんか。山木によく似た名前の会社。あー、そうか、ここ違う会社なのか。そうです、気づきました。はい、もう少しでございます。頑張ります。はい、はい。ところで、なんであの人はオブジェに必死になって話しかけてるんですか。あー、石川さん、はい、またメガネかけずに、はいはいはい、あの人、極度のドキンガンでして、はい、時々郵便ポストやああいうオブジェを自分の上司と勘違いして話しかけるんです。なんか面白いやつ現れた。すいません、ちょっといいですか。はい、どちら様でしょう。いや、僕はあの鷹の爪団の吉田ジャスティスカツオと言います。え、カツオ。いや、はい、それが。ちょっと来て。おい、ちょっと何すんの。おい、何してんだよ。カツオ節を削るんだよ。カツオ作らなくちゃいけないんだよ。カツオ違いだろうが、メガネかけろよ、いい加減。そのメガネが見つけられないんだよ、目が悪くて。頭の上に乗ってるのはなんだよ。え、なんだこの島根県出身者は。途端に島根県出身って見抜くほど目が良くなったな、お前。それよりカチュウユ作るってどういうことなんだよ。はい、私はカツオ節広め隊の石川と申しまして、日夜全国飛び回り、皆さんにカチュウユを作って差し上げ、カチュウユの美味しさを伝えているんです。へえ、カチュウユ、どんな料理なの。はあ、これです。へえ、カツオ節と味噌にお湯を注ぐだけなのか。はい、沖縄では一般的な家庭料理でして、各家庭で梅干しや生姜を入れたり、いろんなレシピが存在するんです。風邪をひいた時や二日酔いの時などおすすめですよ。うまい。こんなに手軽に美味しいスープができるのか。そうなんです、とてもお手軽なんですけど、どうも若い人には面倒くさいと思われてるみたいでして、カツオ節。確かに漁船と釣り竿を手に入れてカツオ釣ってカツオ節にするのって面倒くさいもんな。いや、そこ面倒くさがってるんじゃないんですけどね。オーケーオーケー、だったら俺が一肌脱いでカツオ節広め隊の手伝いをしてやるよ。え、本当に手伝ってくれるんですか。もちろんな。でも多少お金がかかることは覚悟してくれないとな。お手伝いいただけるんでしたらいくらでも出しますよ。で、かつお節のプロモーションを手伝うというのかね。ここで画期的かつ画期こげこなプロモーションをドドーンと提案すれば、巨額な予算が転がり込んで、僕らの世界征服資金もドドーンってわけですよ。うんうん。で、アイデアはあるのかね。任せてくださいよ、バッチリ用意してますとも。まずはこちら、じゃじゃん。全国47都道府県でかつお節祭り開催。たくさんの出汁が出ます。いや、いきなり壮大じゃねえ。さらにじゃじゃん、ドリームジャンボかつおくじ。その場で削って削って3億円50本。削ったかつお節はそのままかちゅうゆに。その場で当たってしかも美味しいとは素晴らしいね。もう一丁、じゃじゃん。48時間テレビ、かつお節は地球を救う。ぶっ通しでかつお節を削り、世界にかつお節を送ろう。救援物資がかつお節とは考えたね。じゃじゃん、かつおワングランプリ。腕自慢の男たちがかつお節を削りながらしのぎを削る。これは大晦日に見たいね。じゃじゃん、猫の娘を文字通り身を削って育てる。かつお節のお父さんの感動物語、劇場長編作品、かつお節劇場。全国300館 3D 上映かね。じゃじゃん、南青山についに誕生、巨大なかつお節のランドマーク、かつお節ヒルズ。いや、一体いくらかかるんじゃそれ。じゃじゃん、お子様も熱狂の劇場アニメ、ようおかかいウォッチ、かつお節ゲットだぜ。育ち盛りのお子様にもぴったりじゃ。そして最後がじゃん、今流行りのリアリティショー、豪華女優たちがかつお節料理で恋にアタック。かつお節であなたの胃袋ロックオン。テラスなんとかハウスのパクリだね。どうですよと、こんな豪華で壮大な企画なら、嫌が多でもかつお節に注目が集まると思いませんか。いや、しかし本当にこんな豪華な企画が通るのかね。任せてくださいよ、きっと企画を成功させてがっちり世界征服資金を稼ぎ出してみせますよ。鷹の爪史上最大のプロモーション、かつお節削って削って大作戦。おお、ご期待。